解き放ては今日は天蘭の都に戻るのだぞ。アムリタ目当てだったが、それは朗報だな。今日を潰し家康とやらも潰せば、この国は戦乱に満ちた黄金の国になる。何、家康様じゃと？人の世の戦乱と太平の世。
殿は太平の世のためにその身を停止申した。拙僧も微力ながら力添えいたしましょう。猫又殿、これで今日の都はひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかりです。いらっしゃい。安神の国には
いらっしゃい。またどうぞ。Thank you.
行くぞ！